はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパケンです。いつもご視聴ありがとうございます。最近戦績、地下壕関係の動画をね、あんまりアップしていないんですけどね、そろそろネタ切れじゃねえかとかって思われてるんじゃないかと思いますけど、まあ、実はその通りなんです。あと、1箇所だけ大物が残ってるんですけどね、報道によればね、5月もまだ緊急事態宣言解除されないっていうことなんでね、そうなるとまだまだ取材がままならないので、もうちょっとね、隠し玉温存しようかなとかって思いましてね、ハードディスクの中探しましたらね、2年ぐらい前に資料用って感じで撮った地下壕の動画が出てきましたんでね、そいつを使おうかなと思いまして、まあ、ただね、それだけだとちょっと弱いんでね、ついでにもう一つの企画と抱き合わせにしました。今回世界初の企画としましてね、これです。すき家のケールレタス牛丼を食べながら地下壕を見る、こんなコンセプトでいきたいと思います。こんなのね、真剣に言ったらバカらしいね。まあとりあえずすき家のね、ケールレタス牛丼紹介していきたいと思います。じゃあこれから開けていきますね。それからそうだ、さっき言うの忘れてたんだけど、やっぱりこれもね、株主優待券で手に入れてきました。すき家の親会社のね、ゼンショーの株主優待券1枚500円なんですけどね、500円券、これ1冊で、あれ今これだけしかないけど、本当はこれ6枚入ってるんですよ。で、すき家以外にも、中尾、ココス、すき家、ココス、宝島、エルトリート、牛あん、一番、ビッグボーイ、ビクトリアステーション、キューベイ、中尾、はま寿司、ジョリーパスタ、花屋よへいで使います。まあここら辺、全部ゼンショーの子会社ですよね。何株でいくらもらえるとか、そこら辺は、ここら辺に多分出しておきますので。じゃあ開けていきます。よいしょ。こんな感じですね。あ、逆さまだ。よし。はい、こんな感じですね。カレー系の容器と一緒ですね。開けてみましょう。ケールレタス牛丼でしょ。ケールってあれですよね、青汁の材料になる葉っぱですよね。すごく苦そうなイメージなんだけど、どうなのかな。ケールとレタスと赤ピーマンを温野菜にして特製塩だれソースで味付けしたとかって、そういう風な触れ込みみたいですけどね。こんな感じです。こうやってこうやるとね、YouTube っぽい。よし。じゃあ食べていきますね。お店で食べるとオニオンスープがセットになるらしいんですけどね。まあ僕は自宅にあったんで、オニオンスープ。これを使います。もう作っちゃったんだけどね。それからお箸もね、もったいないんで、いつも使ってる箸にします。じゃあいただきます。多分ケールはね、そんなに入ってない。でも美味しいですよ。ケール入れすぎるとさすがに苦くなりすぎるのかな。これ牛肉いらないんじゃないのと言いながらも、そういうわけにもいかないんでね、一応、肉と一緒に食べてみましょう。肉と一緒に食べても美味しいです。というかね、これはかなり美味しいわ。まあ、550円もするだけありますね、これね、美味しいね。あとね、気のせいかな、牛丼並盛りよりも全体的に量が多いような気がする。ということで、これもおすすめかもしれない。まあ、株主としてはね、やっぱり皆さんがこれ、どんどん買ってくれるとね、会社が儲かるんで、株価も上昇するっていうね。だからといってこれ、別に美味しくないもの美味しいって言ってるわけじゃないですからね。最近のすき家ね、会計のシステムとかが変わってからね、なんか異常に感じが悪くなったなとかって思うんだけど、グループで行くといいんですけどね、一人で行くとね、会計の瞬間が異常に感じ悪いですよね。行ったことある方わかると思うんだけど。まあでもそこら辺はちょっと多めに見ましょう。てか、そのうち慣れんだろうな。じゃあこれから地下壕を見ていきたいと思います。今こちらの写真なんですけど、ちょっとね、事情により黒くね、抜いてるところありますけど、これは千葉県勝浦市某所のドブ川の脇です。まあここら辺になんかあるんだろうなって一応当たりはつけていたんですけど、まあこのドブ川の対岸を見ますと、何やらフェンスで覆われた穴があったんですね。これ、なんだかよくわかんないでしょっていうか、こんなとこ普通入りませんよね。だけどね、やっぱりね、我々のメンバーの中で、うまく入ってくれた人がいたわけなんですよ。誰とは言いませんけど、某八雲さん。言っちゃった。まあいいや。僕の成績の動画見てくれてる方はもうお馴染みだと思うんですけどね、イカれたおじさん、自分はゆるゆるですからの八雲さんが突入してくれました。あれ違うかな、野田さんの方だったっけかな、どっちだっけかな。まあイカれた2人のうちのどちらかがね突入してくれたんですけど、これなんとね、うまく中に入ることができたんですよ。ここを見るとわかるかな。この写真だとちょっとわかりづらいかもしれないけど、これ全部フェンスなんですよ。この穴の表側ね、この缶はゴミなんだけど誰がゴミこんなところに突っ込んだのね、僕らじゃないですよ。ということで、ここから先は動画になりますのでね、まあゆっくりご覧ください。あ、これならよくわかるよね。フェンスになってるでしょ。で、後ろ向きました。ここね、意外と規模が大きかったんですよ。ただ、戦闘用の号じゃないとは思います。おそらくね、倉庫系じゃないかな。うん、ここも部屋になってるでしょ。で、ここから奥に入りまして、車の音聞こえますけどね、結構幹線道路に近いんですよ。あ、そうそう、ここね、外から埋め戻しされてるんですけどね、この先が幹線道路になってるんですね。このお尻は、自分はゆるゆるですからのやくもさんです。ね、広いでしょ、これ。というかもう自分でこれ見返しながらね、どこが何だかよく分かんなくなってますけどね。この動画撮ったきっかけはね、この日一緒に行った方のうちの一人がね、なんと長靴が裂けちゃって水没しちゃってね、川を渡る気がなくなったっていうか、心が折れてしまったんですよ。だからね、せめてもと思いまして、一応、まあ、動画だけ撮ってきたんですけどね。で、そうそう、ここがね、一番広い部屋。長辺5メートルぐらいはあるんじゃないかっていう風な貯蔵庫ですね。これ、まあ明らかに貯蔵庫ですよね。何を貯蔵したのかね。食料なのか、弾薬なのか。弾薬庫じゃないな。あとは燃料系。結構ちゃんと作ってありますよね。こういう、なんだろう、水路っていうのかな、水通すね、溝ってよくありますよね。で、こんな感じです。動画はこれで以上になります。あとちょっとじゃあ静止画を見てもらいましょうかね。これ先ほどの水路ですよね。これ、ヤクモさん何撮ってるのかな、多分釘じゃないかと思うんだけど、うん、やっぱそうですね。明かりでも吊るしたんでしょうね、これね。で、動画で見るよりもなぜか静止画で見た方が、この部屋のスケール感わかるような気がする。大きいでしょ、これ。5メートルってもうちょっとあるかもしれないですね。長辺ね。と、まあ今回は以上になります。今回の動画はいかがだったでしょうか。世界初の企画、ケールレタス牛丼を食べながら地下壕を見るって言って、全然食べてない、まだ残ってるんですけどね。残りこれから食べさせていただきます。この動画まあまあだと思ったら高評価、クソだと思ったらこいつ、よかったらチャンネル登録もお願いします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。さて食べよっと。